ちょっとやっぱり不安なところはあると思います。はい、今日は一応4回までとなりますが、マウンド上のフォアシ、声援を送る千葉ロッテのスタンド、レフトスタンドの一角です。まあ本当にいつも整然とこうやってね、シーズンを通して声援を送ってますよね。この辺りは統一のトレードね、非常にその選手に対してやっぱりこう力を与えてくれるような、まあ、ファンですよね。そんな中でバッターボックスには井口が入っていますが、レフトへぐんと上がっていく、これはどうか、伸びていく、伸びていった、伸びていって入った、ホームラン、ホームランです。井口のホームランが出ました。ツーランホームランです。いや、打った瞬間でしたね。もう本当にこう調子の良さというものを、ね、はい、感じますね。まあ、井口もこの練習試合オープン戦に関してはもう2本目ですよね。はい、まあ、今年は本当体調もいいんでしょうね。体にキレがありますよ。はい、3月7日阪神戦4番セカンドで入ったんですが、その時に3打数2安打。今のはどうですか。まあ、ボール自体も変化球が甘く真ん中に入ってきてますからね。はい、まあ、ちょっとやっぱ内ごろのボールになってますよ。オープン戦第1号は小島から打ちました。阪神戦今日が第2号、第2号はツーランホームラン。これで3対2、逆転に成功の千葉ロッテマリーンズです。